JR 北海道によりますと、今日午前11時20分ごろ、札幌厚別区の JR 千歳線の上野幌駅構内で停電が発生しました。この影響で千歳線の白石と新千歳空港苫小牧の間の上下線で一時運転見合わせとなりました。JR 北海道は上野幌駅付近で停車した列車から乗客を降ろし、設備点検を行いました。1時間以上止まっていましたね。飛行機、いや今間に合うか微妙なので、タクシーに乗って大谷地駅まで行って新千歳のバスに乗ります。停電は信号系統の不具合とみられ、およそ3時間後に運転は再開されましたが、列車102本が運休し、およそ2万5000人に影響が出ました。